ネルソン・アントニオ・ペレスは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコ・デ・マコリス出身のプロ野球選手。右投左打。2007年にシカゴ・カブスと契約した後に、ルーキーリーグのアリゾナリーグカブスでプレー。2011年には、AA級のテネシー・スモーキーズまで昇格し、88試合に出場して8本塁打、32打点の成績を残した。また、投手としても1試合にリリーフで登板したが、3回を1失点で敗戦投手になった。2013年2014年にはメキシカンリーグでプレー。2年通算で18本塁打を放った。2015年3月11日にベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズに入団。リーグ戦の開幕から30試合の出場で打率324、24打点。7本塁打を記録した。5月には打率371、3本塁打、14打点という活躍で野手部門の月間 MVP を受賞している。在籍期間中にはマット・マートンとマウロ・ゴメスの両外国人野手が打撃不振に見舞われていた阪神から当時のゼネラルマネジャー中村克弘などがペレスの視察に訪れていた。ペレス自身も NPB の球団へ移籍することを目標に挙げていた。2015年6月17日に阪神と契約した。背番号は95。2015年には入団後の約3ヶ月間にウエスタンリーグ公式戦でチーム最多の14本塁打を記録した。ペレスの獲得直後にゴメスとマートンの両野手が揃って復調したことや、主力投手のランディ・メッセンジャーや呉昇寛が一軍でプレーを続けていたことから外国人枠との兼ね合いで9月中旬までは2軍でプレー。打線全体の不振で1軍がセントラルリーグの優勝争いから後退したことや呉が右足内転筋の張りを訴えて9月27日に登録を抹消されたことを受けて翌28日に1軍昇格し、同日の対読売ジャイアンツ戦で6番、右翼手として一軍デビューした。なお、阪神はこの試合で、ペレス・ゴメス・マートンをスタメンに起用。NPB で同一球団の外国人野手3名による、公式戦への同時出場が可能になった2002年以降、阪神では初めての事例であった。ペレス自身は、この試合を含めて、一軍公式戦3試合に出場。いずれもスタメンに起用されたが、通算10打席で9打数無安打で、レギュラーシーズン最終戦前日の10月3日に、登録を抹消された。一軍がシーズン3位で迎えた、ポストシーズンでは、巨人とのクライマックスシリーズファーストステージに出場しない一方で、翌2016年の残留を目標に、若手選手主体のフェニックスリーグへ参加。12月5日には、1年契約で残留することが、球団から発表された。2016年には、自身を含めて6人の外国人選手が在籍する、チーム状況の下で、春季キャンプの序盤から1軍に合流。ウエスタンリーグ公式戦では、69試合の出場で、打率313、10本塁打、36打点という好成績を、残したが、一軍公式戦への出場機会がないまま、シーズン終盤の9月29日にドミニカへ帰国。シーズン終了後の11月15日には、翌2017年の契約を結ばないことが、球団から発表された。12月2日、自由契約公示された。一軍公式戦での本塁打、打点ともに0だったのはだった。外国人野手は2013年のコンラッド以来2人目となる。阪神退団後の2017年は北米の独立リーグに所属した。2018年2月2日、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツに入団することが発表された。2018年シーズンは10本塁打、44打点の成績で最多本塁打、最多打点の2冠を獲得した。2019年1月28日、前年シーズンで愛媛を退団したことが発表された。2019年3月18日、信濃グランセローズと契約し、4年ぶりにベースボールチャレンジリーグへ復帰した。正式な退団の告知はなされていないが、2020年3月現在のシナノのウェブサイトには選手として掲載されておらず、2019年シーズンで退団したとみられる。阪神入団当時の GM だった中村からは、走攻守の三拍子揃った選手との評価を受けていた。守備では主に右翼手、中堅手を務めるが、一塁手としても出場したことがある。ムードメーカーでもあり、石川に所属していた時は最下位に沈んでいたチームの雰囲気を明るくしようとするなどチームによく溶け込み、阪神への移籍が決まりチームメイトへ、最後の挨拶をした時には涙を流した。デビッド・オルティーズと自主トレを共に行う仲である。ドミニカ共和国の先輩であるマウロ・ゴメスを目標にしている。ありがとうございます。